関電トンネルは、長野県大町市と富山県中に川郡、立山町を結ぶ道路トンネル。関西電力が保有しており、同社が運行する関電トンネル電気バスの経路として共用されている。もともとは、黒部ダム及び黒部川第四発電所建設のために、掘削されたトンネルである。建設当時の名称は、大町トンネルで、全長は 5.4km。 当初構造では工事用の大町トンネルとは別に、梁の木峠の下にも導水トンネルを建設する予定であった。これは北アルプスをぶち抜くトンネルの建設が技術的にそう難しいものではないと考えられていたためである。しかしながら大町トンネルの工事が進むにつれ、いくつもの破砕体が発見され、頻繁な出水のため想定以上の難工事となった。 一時は、大町トンネルの完成引いては、黒4ダムの建設すら危ぶまれたが、100本以上の水抜きボーリングや軟弱地盤の固化工事が加えられて、1958年に全通した。このトンネルは、高区で1から4号に分割されている。両端に横口を掘ってから3471メートルの2号トンネルの整備から始まり、その後、大木沢側に1号トンネル、 黒部ダム側に3号4号トンネルをつなげて一本のトンネルとして建設が行われた。トンネル内における最大の勾配は106パーミルである。2から4号トンネルは幅6400から6000ミリメートル、高さ4400から4300ミリメートル。1号トンネルは幅5000ミリメートル、高さ4500ミリメートルである。国立公園内に掘られたトンネルであり、 一般公衆の利用に供することが建設許可の条件となったため、関西電力はダム工事完成後、トンネルを通る公共交通機関を運行することによって条件を満たすことにし、1964年8月1日に長野川の大木沢と富山川の黒部ダムの間を結ぶ関電トンネルトロリーバスが開業した。 トロリーバスは2018年11月30日をもって運行を終え、当期休業期間を挟んだ、翌2019年4月15日から電気バスの運行となっている。基本的に黒部ダム、黒4発電所の資材運搬用のトンネルであることから、現在まで一般車両の通行は認められておらず、一般来訪者は公共交通機関として営業を運転されている。 電気バス利用でのみ通行可能である。トンネルは1車線分の幅しかなく、途中に交換地点が設けられている。対向車両が運行している場合、交換地点にて運転手同士が窓越しで、樹脂製通標の交換が行われる。また、発電所の資材運搬用の自動車も、あらかじめ決められたダイヤに従って、トンネルを通過する。現在は、いわゆる、 立山黒部アルペンルートの一部として、冬季閉鎖期間を除き多数の観光客で賑わいを見せる立山観光の期間ルートとなっている。2018年11月以前はトロリーバスが運行されていたが、1972年の横浜市営トロリーバスの廃止以降、1996年にアルペンルートにおけるもう一つの自動車トンネル区間で、ある立山トンネルで使用されていた、 ディーゼルバスが老朽化により廃止され、トロリーバスに変更されるまでは、日本で唯一のトロリーバス営業区間となっていた。ありがとうございます。